あなたの声が道しるべ。一羽の鳥が鳴いている。名前のない空に私を探して。優しさで編み続けたゆりかごで明日へ行こう。晴れの日も雨の日にもあなたを守るために、かけがえのない宝物。名前のない花は静かに眠るよ。色なき風が呼んでいる。恋願うふるさと、懐かしい香り。遠く幼い記憶は日だまりのようなぬくもり。歌方の夢から覚め、孤独が一人と知った。授けられた翼を羽ばたかせて、飛ぶことをやめないと約束しよう。一人じゃない、願いは一つだけ。あなたの幸せ。優しさで編み続けたゆりかごで明日を行こう。晴れの日も雨の日にも愛してるを伝えて。この町に生まれたのはあなたと巡り合うため。この町に生まれたからあなたに巡り合えた。一羽の鳥が飛んでゆく。名前のない空に明日を探して。4年間にわたる東西南北による大陸戦争が終結。その戦場で武器と称されて戦うことしか知らなかった少女、ヴァイオレット・エヴァーガーデン。金髪に青い瞳、冷涼な声を持つ可憐な容貌をした少女。大戦中はライデン・シャフトリヒ陸軍の女子少年兵であり、ギルベルト直属の部下として単独で一個分隊に匹敵する戦闘力を持っており、ライデン・シャフトリヒの戦闘人形のあだ名で恐れられていたが、大戦時の戦場で両腕を失う。大戦後、後見人の一人となったクラウディアが経営する郵便社にて自動手記人形として大失業をしている。ヴァイオレットにはかつて戦場で誰よりも大切な人、ギルベルト少佐がいた。少女兵時代にギルベルトに買い与えられたエメラルドのブローチを命に変えても惜しくないほど大切にしており、常に身につけている。最後に聞かされた愛してるという言葉が理解できなかった彼女は、仕事と日常を通じて人と触れ合いながらその言葉の意味を探していく。また登場キャラクターの名前には実在する花の名前が付けられており、何かしらの意味が込められていると原作者が明言している。